置いちゃいかんかったね。うん、置いちゃいかんかったね、これ。うん、金版書いてあるんですよ。そう、どうぞさん、こんにちは。ひーちゃん、はい、ちょっと買っちゃったよ、今、2台。何これ。プラズマクラスター加湿イオン加湿。そう、なんでかし聞いて。なんで最近さ、ちょっとリビングはまずさ、ちょっとニャンモー症の悩みに。あ、ひーちゃん何症？花粉症。俺ニャンモー症。どういうこと？え、ニャンモー症知らないの？知らない。ニャンモー症知らないの？ああ、え、みんな花粉症になってるじゃん。ああ、俺ニャンモー症になってる。どういうこと？いや、猫の毛が舞うもんでさ。あ、まあそうだよね。だってでそれでちょっと喉イガイガするしさ、ほこり締め切ってるもんでさ、開けるとほら猫が外出をするからさ、窓基本閉めてんだよ、うん、開けないんだよ。まあ、そうだね、この家ではね、猫の毛しか舞わないからね。いやだけどさ、こっちは俺部屋に起きてんだ、うん、これも俺悩んだなって。何？いやこっちは猫の毛舞うしさ、俺部屋でさ、なんか喉寝てるとイガイガするんだって。いや、向こうは毛は舞わないと思うよ。え、なんで？むしろちょっと減ってると思うけど。俺の毛が舞ってるかもしれない。でも減っててもそんな舞うほど。え、こっちは猫の毛が舞うもんで、あの、うん、大きい方のね、うん、あの加湿器、加湿器はね、なんだこれ、正常、あ、空気清浄機、空気清浄機買って、でこっちは部屋で俺の毛が舞うもんでね、ちょっと空気清浄機舞わねえし。うな、あの、言ったらよな、飼い主何見えはっとんだって言ったらよな。うな見とろ、ほら、私の毛だって言ったらよ。おいで、うな、おいで、ほら来た。言うこと聞くね、俺の言うこと。ニャンモー症の原因言ってるよな、お前の毛回んだろって。これおさんモー症。もうそんなことどうでもいいで、この箱くれって取るよ。あ、そう、じゃあちょっと開けようか。開けようかっていうか、下ろさなきゃいけない、これ。重って、あー、ででんででん。さあ、ピーちゃん、はい、ニャンモー症対策、これ何がどうなってんの、これ。これなんだ、この横の、それ、あ、タンク。あ、ここに水入れるの？うん。あ、なるほどね。これ、後ろは？これ何？フィルター。どうだっけ、これどうすんの？あ、フィルター。要は、このフィルターで、これ車のエアクリーナーやん。このフィルターそう、開けて。え、待って、これさ、消耗品？ん？消耗品で一応酒みたいなもん。まあ車検っていうか、まあ任意だよね。任意？あのほら、車もそうじゃん、そろそろあれだなと思ったら買えるじゃん。え、こんなに何も取れるの？これどこで買うの、これ。あの、多分あの取説に。じゃあもしこれ10年後にこのフィルター出るかって出ないじゃん。10年も使わんだろ。いや仮の話だよ。10年も使わんだろ。いや古くなったら出ない。あ、でもいいじゃん、ほら、交換の目安ってフィルターは10年って書いてあるじゃん。で、こっちのフィルターが一体型フィルターが、待って、こっちのって何？フィルターいっぱいついてんの、これ。え、違う、加湿フィルターと、こっちの消臭フィルターと、この種類が品番があるんだろ。これいつでも買えるの？まあそんなフィルターどこについてんの？一個しかないやん。いや、違う、フィルターの種類だって。あー、これは何がついてんの？いや、わかんない、正式名称は取り説明。これとりあえず安いやつやろ。これは一緒、これがタンクで水、フィルターは、フィルターが、多分これ知っとるね、ひーちゃん。だいたいこれか、だいたい一緒っしょ、こんな。そうだね、ここどうやって取るの、ここにフィルターって。え、取り外し方ここに書いてある。どうやって取る、俺字が見えねえんだよ、こっち側から。あ、すげえ、お、すげえ、なんでこれ回るの、これ回るの。いや、こっちもついてる。なんで回るの？あ、知らん、それは知らない。なんで、これ中でこうやって回るのか、これ。そんなわけないよね。なにこれ、なんか荒いな、このフィルターね。ん？荒いな。じゃあフィルター、じゃあこれも、これこっちにもついてるよ。さあ、じゃあちょっと設置してみますか、ひーちゃん。表は何もないの？うん、表はないでしょ。じゃあちょっと設置しましょう。じゃあとりあえずつけてみようか、自動で。暗いな。お、ついた。ついたね。あ、ここから風出るの？こっちも出るよ。うん。これ何？それ停止。これ何？違うね、このね、ブドウマークがね、ブドウマーク眩しいんだって。これ眩しいの？うん、消せんの？え、これ変わらんやん、風量。
あ？てか今強いからスタートしてて。ん？強いからスタートしてたことね。弱いんですよ、でしょ。あ、変わった。静かになった。これが加湿のオンオフ？うん。本当だ。ほん。通常どうしてけんの？通常？まあ自動でしょ。どうやってんの自動？そのランプついたけど自動？うん。お任せ。ちょっとチャチャもう早速壊すね、お前。あ、なんで？チャチャがなんかやっとるほら。あのあれじゃん、毛が。あ、毛が舞うもんね。自分からそこにくっついてる。チャチャ偉いね。これでいいの？今自動？今自動。これ勝手に強くなって弱くなってするの？そういうこと。これが何？それ今目安の湿度。なんか邪魔くせえな。慣れるよ。でかくない？なんかストーブよりでかいもんなって、そっちのストーブ。それもストーブも結構でかいけどさ。いや、ストーブがスリムすぎるんだ。でかくない？それでも邪魔くせえなに。結構邪魔、部屋に置いたら邪魔だな。あ、向こうのね、うん、向こうに置いたら邪魔だね。いや、っていうか、こんなでかいんでいらんじゃん。いらない、うん、これでニャンモ昭和解決だね、うん、じゃあ噂の向こうのなんか自称誰かさんの毛をねするために見に行こうか。ピーちゃん、ちょっと部屋の片隅に置いたんですけども。 あれ何、ケースんだったら枕元に置いとかんの。でそこまでしなくてもいいかなと思ったけど、むしろ全部吸ってほしいよね。これ何が違うの？イオン運転、あ、加湿運転ってイオン運転のこと。そう、それで今両方。これは自動？それ自動。あ、違う、これ今ジャックって書いてある。これで標準？うん、フルパワー。うお、もう一回でフルパワー。あ、結構風強いね。これで自動？うん。自動なのに風弱くならんよ。いや、だからうん、多分ね、この部屋ね、すげえ動くと思う。なんで？だってこの辺さ、あの、あれ臭いもん。髪の毛？髪の毛は臭いってか、匂いわからん、そんな。それの、あ、これ？それのせいか知らんけど。関係ある？なんかこの辺、匂い強烈だもん。関係ある？あると思う。うちも香水シュッとか言ってやった瞬間、え、うわーって。じゃあだってその匂いなくなっちゃったらいい匂いしないじゃん。いや、別にゼロにはならんと思うよ。プラズマクラスター。うちも変わっとる。え、クラズマプラスターだっけ。クラズマクラスター。クラズマクラスター。クラズマクラスター。プラズマクラスター。このプラズマクラスターが匂い分解したんじゃないの。全部は全然消えないと思う。しない。うちも匂うもん。あれ、向こうもクラズマプラスター一緒。クラズマプラスターね。クラズマプラスター。クラズマクラスター、はい。風強いよ、これ。夏涼しいじゃん、こうやってやった時は。いや、多分その静かになる。扇風機代わり。いや、だから今日しかないでしょ。うまそうな。扇風機がないもんでね、関係ないか。これ加湿もされてんの？ん？加湿もされてんの？まあ、ばーされてる。めっちゃいいね、これ加湿温度してる。へぇ、これでニャンモー症が解決だ。あ、や、気が回った。何？ん？何それ？見えない毛？あー、髪の毛。え？なんかあれだよね。はい、さよならー。わかるよ。なんかほら、よくあの、なんかなんだろう、中学生に中二病ってほら、見えない何かがこうなるじゃん。あ、それと一緒でしょ？そう、中二病。あ、でも毛もあったのかな？なんか、さよならー。なんか前のやり方で気が少なくなったな。So I said no, no, no. It was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute.